さあ、ここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか。ナヒーダはもう何か思いついたのか？実はすでにいくつかの方法を試みているの。ただ、今はまずあなたたちの考えを聞きたいわ。相手の本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることはとても危険なの。どんな結果を招くか到底わからないわ。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。その方法はすでに試したけれど、教令院の者は内部の重要人物から30人団の護衛までみんなアーカー社端末を意図的につけていなかったの。彼らはかなり早い段階からアーカー社端末による情報漏洩を避けていたようね。もちろん私の存在を意図的に警戒している可能性も否定はできないわ。賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を払っていたら警戒しても不思議じゃない。だから彼らの意識を直接占拠することはできないの。ダメよ、リスクが大きすぎる。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは関係のない学生を巻き込んで彼らの人生を狂わせてしまうリスクのことよ。そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと同じになってしまうじゃない。それもそうだな、さすが神様だぜ。もうどうしようもないのか。ナヒーダ、実はまだ方法があるんだよな。お前はすっごく頭がいいんだし。なあ、もったいぶらないで言ってくれよ。実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これが教令院の陰論派における主流な考え方よ。分かってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状、重要人物の意識に直接憑依することも一般市民を巻き込むこともできない。だったら無実でない上にはっきりとした立場を持っていない人を見つけて協力してもらいましょう。それって内通者を作り出すってことか？確かにいい方法だな。オイラたち前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて教令院に隠れていろいろするのが好きなんだ。多分教令院の仲間じゃないと思うぜ。実はもう人選は決めてあるの。セタルという女学者を覚えているかしら？セタル、ああ、覚えてるぞ。確かいっつも教令院の大賢者の後ろにいた部下だよな。過信短日の輪廻を過ごすたびにあいつに会ってたからな。知り合いと言っても過言じゃないぜ。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよな。ええ、私は普段いろんな人々を観察することが好きなのだけれど、中でもセタレは特に特殊な人物の一人なの。彼女は砂漠地帯出身なんだけど、
学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。そんなわけで特別に教令院に入り、賢者たちの傍らに仕える助手となった。砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。スメールシティの近くで見かける砂漠の民ってほとんど傭兵だけだったもんな。セタレという名前には星という意味が込められているの。砂漠の中の彼女はまるで夜空で最も輝く星のようだった。その後、太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で白昼の空を訪れ、太陽の光を引き立たせていた。でも、ほどなくして彼女は灼熱の太陽が大地を燃やし、あまたの災害をもたらすのを見た。星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも、夜に帰って星空を照らした方がよほど良いのではないかと。でも結局、彼女は白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。そうして、星は目を閉じたの。話だとセタレはここの学術環境に執着してるみたいだったけど、でも本当は教令院のやり方には反対してるんだろ。しかも心の中じゃ故郷の砂漠に負い目を感じてるみたいだし、問題から逃げてるだけじゃないか。確かに複雑な問題に直面した時、大部分のものは耳を塞ぎ、取り返しのつかない事態になるまで流れに身を任せることを選んでしまうものよ。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずのうちに彼女も賢者たちの共犯者になっている。だから咎めを免れることはできないわ。ええ、もう一度セタレに問題を直視してもらうために方法を考えないといけないわ。うまくいけば彼女から情報を得られるだけでなく、彼女自身も贖いの機会を得られる。私の見ていた限りでは、セタレは10日に一度休暇を取って教練院を離れ、一人でシティに来て買い物をするの。そしてちょうど明日の午後が彼女のショッピングデー、つまりチャンスよ。下準備にまずは彼女がいつも行く場所へ行き、そこの人々と話をしておきましょう。ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか？いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。今は天使の話し方と重要な情報に注意を払うのが肝要よ。話し方と重要な情報？迷える子羊たちよ。自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は時に私の耳を訪れる。もしもあなた方が神の慈悲を受けているのなら、あるいはあなた方を導くことができるかもしれない。え、そうなのか。ナヒーダ、よくこいつにこそこそ話でもしてるのかよ。し、うん、私の友達が未来について迷っているので、どうか彼を占っていただけませんか？いいわ。なら。おや？どうやらハールートとマールートは、あなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に失礼なことでもした？風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回り。
を演じたり、それくらいか。うん、なんでもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。恋愛運ね。わかったわ。ふむ。聞こえた。聞こえたわ。あなたと縁のあるものは、こんなにたくさん。多すぎるわ。ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。こんなふざけた結果、見たことないわ。占いが合ってるって可能性は考えないのか？はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。特別に今回はお代をいただかないわ。そうでしたか。それなら仕方ありませんね。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜んでもらえたら、あるいは運勢が変わるかもしれなくてよ。ハールートとマールートがこんな態度を取るなんて珍しいわね。セタレはよくこの店に来るのか？ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく店主のアキムに世話になっていたのよ。だから暇さえあればここに来ているみたいね。後で彼と話をするから、会話の細かいところまで詳しく聞いておいてちょうだい。お客さん、陶磁器を見てかないか？ええ、ちょうど見に来たんです。腕がいいとお聞きしたものですから。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。こいつはどうやら大仕事の予感だな。お聞きしたいのですが、造形はどちらで学ばれたのですか？親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で泥細工に興味を持ち始めたのがきっかけだった。やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんで、そのまま転業したんだ。ただ残念ながらアーカー社から提供される知識はあまり活かせなかったかな。自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。お父様は今も盛んを？いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は稼いだってんで、思い切りよくオルモス港で隠居生活を送ってるよ。そうだったのですね。お父様が幸福な老後を送られることを祈っています。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品物を見に来させますね。本日はこれで。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が揃ってる。キャサリンさんと話すのは初めてだったもんで、結構緊張したよ。ここが最後の場所よ。シェタルは教霊院にいるとき、いつもこのレストランの味を恋しく思っているみたい。だからシティに来るたびここへ寄るの。すごく詳しいんだな、ナヒーダ。
スメールの民を見守ることが私の義務だもの。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか。ええ、他の方と船舶の設計についてお話しされていたようでした。ああ、あの時ですか。昔から船舶に関する技術的な問題に興味があって、私は理由エコーで育ったものですから、小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。その後スメールに留学したんですが、あいにく才能もなく落第してしまって。ですがそれでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で勉強と研究をしたりしています。次の教練員の試験には必ず受かる自信がありますよ。なんと素晴らしい学問の精神でしょう。感服します。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて知りませんでした。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放していません。ほとんどは店員の休憩用とかプライベートなイベントを開くときに使われてます。そうだったんですね。なるほど。キサンさんの学問が順調にいくことを願っています。ありがとうございます。私は教練員の正式な生徒になれればそれで満足ですよ。キャサリンさんの話し方ってこんなんでしたっけ。私の記憶違いかな。これで全員か。ええ、シェテルの顔見知りが3人もいれば十分ね。でもこんなにたくさんの情報何の役に立つんだ。どうやってセタレに自分の立場の問題を直視させるのか。ナヒーダはまだ話してくれてないよな。セタレは逃避することに慣れてしまってる。まずは彼女の心理的防御を取り払う必要があるわ。前にも言ったでしょ、オルモス校のエルマイト旅団がスカーレットキングの復活が近いって言い広めてること。たとえデタラメでも、こういう砂漠地帯の進行は彼女の弱みをつくにはちょうどいいのよ。あ、わかったぞ。セタレの故郷に対する罪悪感を利用するんだな。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全くの逆で教練員の賢者たちと悪いことをしてるから。でもそれって具体的にどうやってやればいいんだ。まず本物のスカーレットキングを出すことは不可能。次にシェタレはとても頭がいい。単にスカーレットキングの信徒を装って交渉するんじゃきっと警戒されて望んだ結果を得られないわ。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら、その限りではないかもしれない。セタレの知り合いに憑依するってことか。ええ、アーカー社を通じて憑依した後、スカーレットキングの信徒であるふりをする。そして偽物のスカーレットキングの意思を伝えるの。自然に振る舞えればきっとセタレの心理的防御を突破できるわ。彼女が私たちの方法に気づくことはないはずだから。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに似せないとダメだもんな。そうだから、彼らの真似はあなたたちに頼んだわよ。おいらたちが。でもおいらたち憑依なんてできないぞ。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見れば憑依の力を得たも同然よ。必要なのはアーカー社端末をつけることくらいね。
そんなに簡単だったのか。でも、なんでこいつじゃなきゃダメなんだ？ナヒーダは自分でやらないのか？私、人間の観察はずっとしてきたけど、真似るのは得意じゃないの。ああ、確かにそれは気づいてたぞ。キャサリンの真似、結構ぎこちなかったもんな。できれば、あの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど、事情が事情だし、今は気にしていられないわ。そうだな。これもみんなのためなんだ。ちょっとの間借りるだけだし、そんなに気にしなくていいと思うぞ。ええ、では明日の午後に動き始めましょう。ついて行って、セタレが知り合いと話してる時に隠れた場所を見つけて憑依しましょう。どんな話でセタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから、信じているわ。緊張するぞ。行こうぜ。話が始まったみたいだぞ。隠れた場所を見つけて憑依しようぜ。確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私と身分が違いすぎるから。ねえ、聞いてるの？ナビア。ああ、聞いてるわよ。恋愛の悩みでしょ。聞こえてたわ。そう。さっきぼーっとしてたから。猫ちゃんたちが君に威嚇してるようだけど、どういうこと？この子たち、普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ？そうそう、ハールートちゃんにマールートちゃんね。本当に可愛いわ。そうだ。今日は何を占いたいの？神のお声を聞くために来たんでしょ？それが…また恋愛運を占って欲しかったんだけど、正直最近は心が乱れてて。乱れてる？いっそのこと私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に一刻も早く終わらせたいの。そう、わかったわ。神にお答えを聞きましょう。ふむ。ごめん、聞き慣れないから。あまりにおかしくて我慢できなかったわ。まあまあ、そんなことは気にしないで。神はこう言っているわ。セタレ、なぜ家に帰らない？家に帰る？まさか神は本当に私の考えがわかるの？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は
強めに問いただしてるみたい。すごく怒ってるみたいよ。ごめんなさい神様、ごめんなさい。私の代わりにお詫びの意思を神様に伝えてくれる？怒りを鎮めてくださるよう言って。ねえ、聞きたいんだけど、ナビア、君の耳元で話してるのはどの神様なの？幼稚で無礼な問題ね。もちろん最も偉大で最も英明なるスカーレットキング様に決まってるじゃない。スカーレットキング？道理でそのこと。いえ、スカーレットキングは遥か昔に亡くなっているはずよ。確かに最近スカーレットキング復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令員がわざと流した偽情報だもの。スカーレットキングがまだいるはずがないわ。ブレーナ、私はスカーレットキング様の最も忠実なる信徒。その私の耳に届いた神のお声を否定するっていうの？いいえ、私はただスカーレットキング様の恩恵がここまで広まっていたなんて知らなかったから、砂漠の民として光栄に感じていただけなの。スカーレットキング様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん、それじゃあ今日はもう行くわね。あ、待って。小走りで行っちゃったな。すごく慌てた様子だったぞ。悪くなかったわ。シェタルも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄についてここに来て急に問いかけられるなんて、さぞ心に響いたことでしょう。ナヒーダ、お前って人の心が結構わかってるみたいだな。これは実践に欠ける知論派の理論に過ぎないわ。まああなたたちと過ごす中でこの理論の多くが間違ってるってことに気づいたからよくわからなくなってるけど、さてそんなことは置いておいてセタレを追いましょう。やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。さっきちょっと予想外のことに遭遇しただけ。大丈夫よ。そういえばこの間仕事の紹介をしてほしいって言ってたわよね。何の仕事だったかしら？ああ、そうそう、お父さんの後を継ぐのよね。私ったらこんなことを忘れるなんて。そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復した？ふう、よかったわ。実は私、君のお父さんのことがずっと心配だったの。今度休みが取れたら私もお見舞いに行きたいわ。そういえばお父さんはまだオルモス港にいたわよね。ああ、オルモス港の方で悠々自適に暮らしてるよ。じゃあ機会があったら手紙でも送って注意するよう伝えてあげて。最近オルモス港を中心にスカーレットキングの信仰が拡散してるの。君のお父さん結構気が強いでしょ。しかも創新の信徒だし、信仰の違いでスカーレットキングの信徒と衝突しないか心配なの。うん、それでセタレはどっちの立場なんだ？教令員か、それともスカーレットキング様か？それは、はあ、君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら
君はスカーレットキング様を裏切って教練員の奴らと一緒にいることを選んだ。アキム、まさか君もスカーレットキングの信徒だったの？英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題に目を向けさせることができた。とてもストレートなやり方だったわね。もう確かにセタレが少しかわいそうだったけど、でもことが終わったらいつか彼女の意識に入って全てを説明するつもりよ。さて引き続き彼女を追いましょう。セタレがもうキサンと話し合って、キサンは最近シティで何かおかしなことを見なかった？その誰かが吹き押しに来るとか。待って、屋根裏？確かそんなものはなかったはずよね。いつも地下室で勉強してるんじゃなかったの？その実は最近屋根裏を新設したばかりで、光の入り方もちょうど良かったのでそこで勉強しているんです。ところで最近起きたおかしなことですが。そうですね、変といえば何度も過信探査の日を繰り返し過ごしたことでしょうか。待って、君がそれに気づくはずは。ありえないわ、報告にあったのと全く違う。教練員の小細工で全ての民を騙そうだなんて元から無理なお話なんですよ。まだわからないんですか？貴様、まさか君もスカーレットキングを信奉しているの？おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。私からしたら教練員に協力してシティの民たちを実験台にしているあなたの方がよっぽど悪いと思うんですけど。それ以上言わないで。ここまで来たのにセタレはまだ逃げることを選ぶのか。いえ、彼女の心理的防御は崩れ始めているわ。あ、衛兵のところに行ったぞ。どうするんだよ。ここが肝心よ、憑依の準備は。ねえ傭兵さん、君は30人団の人よね。今すぐマハマトラにシティの状況が非常に危険だって伝えてちょうだい。落ち着いてください。何が起こったのか詳しく説明してください。異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始めてるの。異教？どのような異教でしょうか？スカーレットキングよ。私の知り合いの多くが突然スカーレットキングの信徒になったの。でもスカーレットキングは遥か昔に亡くなっている。こんなのありえないわ。ありえないことはありませんよ、セタレさん。どうして私の名前を？スカーレットキング様は永遠に滅びたりしません。そして自分勝手に無謀な行為をする者は必ずや代償を払うことになるでしょう。もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその寮の目を閉じていても、教練員はあなたの足に絡みつき深く沈め続ける。あなたのいるべき砂漠はここではないのです、スカーレットキング様の民よ。英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、
なぜ家に帰らない？今日はどこに逃げても君たちみたいなスカーレットキングの信徒に会うのね。この感覚なんだか懐かしいわ。確かに私はずっと罪悪感から逃げてた。賢者たちに協力していることとか、故郷の村の子供たちから来た手紙を無視してることとか。でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。どうしても払拭することはできなかったわ。問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。それに苦痛の中で研究を続けることがあなたの望みではないでしょう。どうして私のことをそんなに知っているの？君はただのスカーレットキングの信徒よね。それともまさか当のスカーレットキングなの？そんなことよりも重要なのは、私たちが教令院と賢者を罰し間違いを正すということです。あなたがこれに協力してくれるというならば、それもまたご自身の贖罪となるでしょう。実は私は神を信仰していないの。でも巡り合わせについてはずっと信じてきたわ。君たちが現れたことはきっと私の現状を打破するきっかけになるに違いないと思う。今私が君たちのためにできることは何？今の賢者たちがしていることについてどれだけご存知なのですか？私はただ無教量産家庭の設計者の一人に過ぎない。そう、あの過信探査の時に起きた出来事のことよ。プロジェクトの全容については知らないわ。おそらく核心に近い人員しかあれの機密ファイルには接触できないのでしょう。私は大賢者の要求に従って手元の仕事を終わらせていただけよ。でも確かに気になることはあったわ。聞くところによると教令院に追放されたある学者が戻ってきたらしいの。しかも賢者たちは彼を恐れているようだった。教令院に対抗するため私たちは彼らが何をしているのか具体的に知る必要があります。先ほど言った機密ファイルについて手に入れる方法はありませんか？リスクを犯してもいいならチャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手だから、プロジェクト以外のことは私が処理することも多いの。ただ機密ファイルを手に入れてもそれをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちはアーカー社の内部を常に監視しているから。そうね、一番原始的な方法を使いましょう。明日の夜、教令院の入り口に人を送って取りに来て。教令院の入り口？それはいくらなんでも目立ちすぎでは。安心して、罠じゃないかと心配しているのなら考えすぎよ。こっそり抜け出したりしたらそれこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから少しの間衛兵の気をそらして引き渡しを一刻も早く終わらせることが一番リスクの低いやり方なの。わかりました、信じましょう。ところでこの計画を終わらせれば私は罪を償ったと考えていいのかしら？それは送信に聞くほかありませんね。送信、そうね。今回の件で危険にさらされたのはほとんどが送信の民だもの。知恵の神として学者たちを審判して導くのも送信。もしかしたら私もそろそろ神を信じるべきなのかもね。本当にナヒーダの言った通りセタレの説得に成功したな。旅人の構成は実に巧妙だったわ。
彼こそ一番のお手柄よ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順調に行くことを祈るしかないわね。祈る？そう言ったって、学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろう。私？それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。キャサリンでしょうね。しー、今晩は隠密行動しないとなんだぞ。キャサリンのふりを守らなきゃダメだろ。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠である可能性もまだ完全には否定できていないわ。万が一予想外のことが起きた場合、おそらく私の存在だけが私たちの唯一の切り札となる。私の意識が外部にいることは教令員もまだ確信を持てていないのだから。おそうだよな。そうだろうと思ってたんだ。まあとにかくそういうことだ。気をつけた方がいいと思うぞ。おかしい？何がだ？夜なんだから静かで当然だろう。もう疑心暗鬼になってるのかよ。彼の言う通りよ。確かに普段より静かね。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。これがシティ全体に起こっている現象なのかどうかはまだわからないけど。じゃあ本当に偶然じゃないのか？まさかセタレは衛兵を引き離しただけじゃなく、シティにいる人をさっさと寝かせてオイラたちに道を開けることまでやってのけたのかよ。違和感の原因は私にもまだわからない。でもここまで来たんだから、とりあえず約束の場所に行きましょう。おう、お前がいるからちょっとは安心できるぜ。Thank you.
悪い。よっしゃ。